Nintendo Switch 版の Diablo 3 Eternal Collection 続きやっていきたいと思います。ですね、アルバムの方をちょっと飛びます。はい。ライオンの爪のエンシェントレジェンダリーを入手することができました。で、また戻りますね。そんな感じで、ライオンの爪の方を更新しました。ようやく出ました。エンシェントレジェンダリーということでね。まあ、今日も星クエスト5の方をやっていくんだけども、今後はね、セット装備のエンシェント化をやりながら、ガチャの方はまず、これ、核弓使いのブレイサーのエンシェントレジェンダリーを出すために、湾光枠を、デアの湾光枠を取って、レジェンダリー変換をやっていこうかなと思っております。今ね、595石があるんで、ちょっとやっちゃおうかな。ここね。これが出るじゃないですか。まあ、この辺で押さえといて、あ、でも出るかもしれないからな。出ていきなり終わるってこともあるからね。スペースが空きないか。まあ、この辺でやって、ちょっとこっちの方で、ね、レアアイテム強化ってことで、これをね、やると、核弓使い出ないな。出ないな。核弓使いのエンシェントレジェンダリー。お、このことすごくない？ほう。移動速度11。出ねえな。魂の守り。まあ、いつかやってれば出るんだろうけどな。でもなかなかエンシェントレジ、おっと、エンシェントレジェンダリーじゃないか。まあ、いきなり終わることにはなさそうだね。ラスト。まあ、そんな感じで、こんな感じで、レア変換でエンシェントレジェンダリーの核弓使いのブレイサーの方をね、頑張って出していきたいかなと思いながら、まず、今日も、今日とて、いいね。5章の報酬クエストをやっていこう。なんかちょっとやばそうだぞ。マルサイルと、これいこっか。はい、まあ、そんな感じで、いよいよね、日本版の、ディアブロ3エターナルコレクションが発売したということでね。ねえ、ようやくですよ。もう待ちきれず、先に買っちゃったけどさ。まあ、これやばいからね。これだけちょっと先行的に壊すようにして。今は回復しなければ。やばいやばい。おっと、エリート来たね。あばい。にゃー。まだ使えない。あとね、ちょっとグレーターリフトとかぐるぐるっとしてたら、エンチャントレス用のレジェンダリー装備が出たんで、エンチャントレスに変更しております。だからちょっとテンプラちゃんいないけどね。あ、砂まとうの忘れてたわ。で、装備の方をね、これはまずい。ライオンの爪がエンシェントレジェンダリーになって、結構ね、楽になりました。っていうか気がする。ので、今回パートではね、グレーターリフトの方をちょっと更新しよう。そんな感じに思ってますね。もう27日だけど、ね、年末までに、グレーターリフト70攻略はちょっと厳しそうなんでね。でも少しでもね、到達したいと思ってるんで。やめて、やめて。待って、死にかけたぞ今。まだ使えない。うわ、死んじゃった。そうなんですよ、チェックポイントから復活じゃないとできないんだよね。はい、今度こそ終わらせる。いやー、怖えぞ怖えぞ。オッケー。週末が訪れるのだ。ほい。いい感じいい感じ。オッケーオッケー、必死。いやー、はい、はい、戻りましょう。結構死んだな。はい、じゃあ次はここ行こうか。よし、行くぞ。わあ、パクンチョめっちゃ強かった気がする。飲まれるがいい。違うの、やめてください。行こう行こう。ああ、もう行き止まり。さて、ブレイサー更新なるかな。おっと、ウホホイ来たぞ。オッケー。まだ力が溜まっていない。痛そう。おしご、あっと矢印出たぞ。ゴー。こっちか。到着。え、レベル2まで行くのか。よし、次か。ここの敵はまだいいとして、とりあえずまあ出演シリがリキャストしてるときはまあ唱えていこう、使っていこう。さあ、ここもちょっと使っていこうか。うわ、死んじゃった。いってびっくりするわー。わあ、もうおっしゃ、到着。いやでもエンチャントルスどこだ。スコンドリルだっけ。彼よりは有能だけどさ、なんか動物に変えたりしてくれて、結構ね、邪魔してくれるんで、助かることは助かるんだよな。やばい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 っと。まだ力が溜まっていない。神の怒りを受けよ。オッケー、どっち行こうどっち行こう。集合。今は使えない。もう姿勢主義頼み。オッケー、まだまだ、あー、ここが終わりか。うん。ちっこいのも全部倒さなきゃいけないからね。オッケー。めっちゃ鶏に変えられてる。いっちゃった、砂の衣。あと11体。OK。あと4体。いけるいける？こいつだった。あ、OK。はい、お疲れ様でした。戻りましょう。はい、3つ目。暗黒王の遺産。ね、オッケーオッケー。いきなり到着。オッケー。オッケー。うわ、痛えな。やめてくれ。オッケー。2個開いたね。ワンコワンコワンコをくれ。うん、戻りましょう。うん、案外あっさりね。あと今思ったのが、エンチャントルスの方が生存率高い気がする。テンプラの方は突っ込んでいっちゃって、結構死んじゃっていない不在の時が結構あるんだよね。だからコンパニオン従者としてはエンチャントルスの方がいいのかな。ちょっとエリート。はい。で、市議。うわ、死んでねえじゃん。まだ死んでねえじゃん。まあ、別に倒さなくてもいいんだけど。あ、これ。あれが即死なんですよ。これ即死。あれだけ注意すれば、なんとかね。おっと、あなたか。一応爆裂入れてからで残り、あ、危ない危ない。ぐるっと回っていこうか。なんか怖い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 。衣まとって OK。うん、エンチャントレスいいな。主に鶏化がゴー。届かない。静止オッケー。わっ、まあ焦った。これほんとやばいんだよ。ああ、まあここ終わったらちょっと一回さ、一回ちょっと戻らないかん。あと50も必要だぞ。神の怒りを受けよ。で。正式よし、お疲れ様でした。ここで正式使って金ピカを殺してる。特にもういいか、帰ろう。いや、トルス死んでるけど。今回修理。よし、行こう。ラス1、ボウガン狩り。いや、うん、そうだね。セット装備もさ、3日前ぐらいまで、エンシェントのセットがあるとは知らなかったんで、わ、今、グッジョブだったね。鶏か助かりました。今は使えない。やばい。力が衰えているぞ。まだ力が溜まっていない。あ、矢印出たね。回復しなければ。砂の衣。危ねえな。よし到着。うっと危ない。もう到着。スキーチの財宝を手に入れろ。こいつか。一瞬で終わらしてる。ん、はい、お疲れ様でした。もうダックルはもういらないかな。ほい、ありがとう。ほい、まだ使えない。まあよくわかんないけど、これでなんか素材がねいろいろ手に入るということで。というのもレジェンダリー変換するときに必要な素材が足りなかったので5章に今来てるって感じですね。ワンコゼロ。へえ。あ、結構いいな。従者も更新できない。よし。全部分解。あと修理してグレーターリフト行きましょう。ここまではね結構死んじゃったけどさ。主義今は使えない。エリートだぞ。まだ力が溜まっていない。よしよしよし、怖い怖い怖い、ほんと怖い。あの爆発も一発即死だからね、本当にねやってられないよ。とは言いながらも 16%19%。 回復しなければ。痛い。砂の衣をまとって。痛えな。28%。結構いい感じなんじゃないかな。オーマイ。今は使えない。大量にいる分だけさポイントが結構高いよね。まだ使えない。爆裂入れる余裕もないわ。砂の衣。やばい。まだ力が溜まっていない。凍らして逃げる。ああいうまとまった攻撃のこういうやつらまずいよね。そんなことはできない。おいっと。おっと。53% まで来たぞ。こういう敵がいっぱいいるとこ早いな。やばいやばい。今は戦えない。貴様の負けだ。アミュレット回収。あれ、いきの間にだってまだ使えない。初めてじゃないこれは。ここで全部やってけってこと？やばい。まあそんだけ広いってことだもんな。神の怒りを受けよ。精神力が足りない。今は使えない。よしよしよし、74%、 過去最大にでかいマップってこと？うん、おエリートさん胸当てドレスいくよ。88%。ちょっと行ってみよう、逆サイ行ってみよう。ちょっといきなりエリート。弱点は見抜いた。オッケー。94%。おっとまたエリートだ。99%。オッケー。トラップも強いんだよな。外周、いやいやいや、あんまり。帰る帰る帰る。ドレスなんとかターゲット。よっしゃー。あ素晴らしい。オッケー。なんか今のやつ見てなかったけど。とりあえず、まとめて鑑定。して、エンチャントレス、更新どう？特にないな。はい。ワンコーゼロ。なんでかなみたいな。こう、なんか求めるとなんか出ないよね。そうね、ここ。2枠がちょっとさ、これでちょっと余裕できたから、ここもさ、腰巻きも、ちょっと更新したいとは思ってたりするんだよね。なんで、じいさんのとこに行って、レアアイテム強化。ベルト。古代の強力な魔道具を手に入れておきながら、そんなことにしか使わないとはな。ねえ。はいはいみたいなね。じゃあまあ分解しましょう、全部ね、まとめてね。 OK。 じゃあグレタリフト、まあ今回ね、もうバカみたいに死ぬかと思いますけど、記録更新していきたいと思います。まあ死んで戻って死んで戻っての繰り返しね。ネファレムの敵がそなたに襲いかかる。今までに比べ物にならないくらい強いと思ったからね。ザコすら強い。まだ力が溜まっていない。まあちょっと今軽かったな。OKOK。戻ってきて非正式。精神力が足りない。わわわわ、ちょっと無理しすぎたな。あと砂の衣はなるべくリキャストしたら速攻使うってことで、やばい、ちょっと多すぎる。離れて戻って非正式。なるべくこの辺は避けて避けれてないっていうね。はい静止儀。いやーいけるのかな。力が衰えているぞ。わあ多すぎるって。まあかろうじてザコをとりあえずなんとか一発で殺せてるからまだいいんだよな。わわわわお。うん、あとね、非正主義がもうダメだなって時の魔法を避けるのにも使えるっていうね。神の怒りを受けよ。まあここ復活した瞬間に失礼し、あっと1体いるのか。砂の衣まとって OK、 安心してられない。うん、この感じならまだいけそうな感じもするけど、死ぬ時は本当に一気に連続死があるからね。こっちね、 OKOK でちょっと温存して、初更新の時もこんな感じでもっとねビビりながらやってたね。最高新記録更新する時はいっぱいするぞ。でなるべく必正 CD のリキャストを待ちながら突っ込んで思ったらいない。なるべくああなんかエリート切る、エリートいるな。わわ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 、さっきエリートいなかった、気のせい。ロケットしてたトリス復活を。568なるべく逃げて静止へ。爆裂剣入れる余裕ない。ここはちょっと頑張って入れて、ギリギリだな。砂の衣どうだ、わおすごいぞ。無限の潮に飲まれるがいい。 OK、 なるべく失踪は逃げるように。砂の衣それはできない。 OKOK、 うん、やっと 50%、 残り10分しかないぞ。下手なもう余計に死ねないぞ。なんかエリートだぞ。ああ、鶏になってくれてるね、助かる。戦いは終わりだ。すげえすげえわ。え、まだ死なない？ OK、 いやー勝て。静止技、いやーこっちがビビりですわ。ビビってますわ。うわっとめっちゃ通るぞ。それは無理だ。ここはちょっと失踪。うわーなんか出てきた。怖い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 。果たして生きるのでしょうか、更新できるのでしょうか。終わりかい。うん、ちょうどいいね。ちょうど、砂の衣リキャストした。おっと、エリート発見。でっかいの来てるぞ。もうちょい、もうちょい。まだ力が溜まっていない。うわ、遠いな。えらい。はははは。とうとう来たぞ。こいつ倒したら一回戻ります。戻ってちょっと鎧をちょっと装備の方ね、この装備の方がさ、もう何回か死ぬと裸になっちゃって HP も攻撃力も激減しちゃうんでね。はい、ちょっと遠いぞ。俺取って突っ込んで集めて OK、 うん、若干いけてるけど。音がすごい。あ、終わるか。ちょっとここでステーシング打っていくか。あんま巻き込めなかったけど。はい。残り6分。エリート来た。わけもわからぬまま死ぬわ。一斉試技。砂の衣。オッケーオッケー。うわー、これがまたね、オッケーオッケーじゃねえな。まあこの辺で一斉主義と、うわっ、戦いは終わりだ。やばいぞやばいぞ、これ、あ、盾きた。いい感じだわ。これちょっと急いでいこう。このダメージ受けない間にエリートとかエリート。まだ使えない。精神力が必要だ。おっしゃ。行くぞ。この無敵時間内に一斉試技。あと一発。オッケー。オッケー、更新。うわ、ドロップも結構どんどんレア系が多くなってくるな。で、ここまで来るとさ、結構な高レベルのやつも、あ、51は 100% か。まあ今これね、猛毒の宝石やってるんで、まあ、これを50にしちゃいましょう。で、あとさ、どれだっけ、なんかすごいのあったよね。忘れた。これだっけ。この宝石がはめ込まれているアイテムの必要レベルが1になる。うん。これもいずれね、いつか作っていきたいけど、今んとこね、ここ行くとこか。はい。じゃあ報告しましょう。3分っていう時間が微妙だな。はい。まあ、更新できましたけど、あ、これで62クリアってことで。ねえ。70までは遠いです。まあ、そんな感じで今回はこんなとこで終わりたいと思いますけどね。先にちょっと鑑定だけしちゃおうか。もしかしたらなんかいいアイテム出てるかもしれない。セットアイテムがエンシェント化するかもしれない。どうでしょう。売り穴更新ならず。更新ならず。金本金貨。あと、従者。装備更新はならないな。はい。じゃあ今回はこのところで終わりたいと思います。お疲れ様でした。ありがとうございました。